あなたは恋をしたことありますか？ばかりじゃない。間違うこともあるかもしれない。でも初めて出会った恋する気持ちはきっと確かに大切なもので、そんな思いの一つ一つが私たちを未来へ運んでゆく。だから好きでもない男に告られても迷惑なだけなんだって。そうだね。私もお兄ちゃん以外の人から好きって言われても嬉しくないもん。また今宵のブラコン話かよ。でもモテるって羨ましいよね、あゆみちゃん。うん、私も一度でいいから愛の告白されてみたい。初恋リミテッド2009年春テレビアニメ放送開始。あなたは今恋をしてますか？